小さい針の音小川未明ある田舎の小学校に一人の青年の教師がありましたその青年は本当に小さな子供たちを教えたのであります2年3年と青年はその寂しい変化の乏しい田舎にいるうちにいつしか都へ出て勉強して もっとと出世をししたたいと考えましたそれである日のこと自分の平常を教えていた生徒たちを自分の前に集めて私はもっと勉強したいと思いますからせっかく皆さんと親しくなって毎日この学校へ来て一緒に暮らしましたがお別れをしなければなりませんどうか皆さんも勉強して大きくなって みんないい人間になってください。と言いました。これを聞いていた子供たちは目に涙をためてうなだれていました。みんなはその親切な先生に別れるのを心から悲しく思ったのであります。生徒たちはみんな寄り集まって先生に何か記念品を差し上げたいということを相談しました。 何をあげたらいいだろう。すると、先生はまだ懐中時計を持っていなされないと一人が言いました。みんなは先生のことは何でもよく知っていたからです。なるほどそうだった。長く私たちを記念してもらうために先生に時計を買ってあげようということになりました。みんなは先生にあげるのだと言って、 喜んでいくらかずつの金を出し合いましたそして代表された数人が町へ行って一個の時計を求めてまいりました生徒らは代表者が求めてきた時計を一度ずつそのかわいらしい小さな手に取って眺めましたそしてこの時計が長く先生のそばを離れないと思うと 心から嬉しそうに喜びました。歳の若い先生は、みんなからのこの真心のこもった時計をもらって、どんなに喜ばしく思ったでありましょう。厚く礼を言って、彼はこの寂しい、都から遠く離れた村を、都に向かってみんなに別れを告げて出発したのでありました。彼は、 都会に出ました。他年教師をしていて、積んでおいたお金で、下宿屋の窓の下で勉強をしました。春、夏、秋、冬は、そこで立ったのであります。それにつけて、彼は机の上に置いてあった時計が、たわまず休まずに、カチカチと時を刻んでいるのを見ながら、自分のいた、 寂しい田舎のことを思い出しました。あの子供たちは大きくなったろう。そしてやはりあちらに林が見え、こちらに山が見える学校で毎日勉強していることだろう。と思うと、目の前にかわいらしい目のくるくるした顔がいくつも浮かび出て見えたのでありました。彼は さながらそれに鼓舞されたように勉強を続けました。そして、この社会に出る関門であった難しい試験を受けたのでした。幸いに彼はそれに合格することができたのであります。こうして彼は、あの寂しい田舎の小学校にいた自分、頭に描いた希望の半分を達しました。その後、 彼はある役所に勤めました。それからもっといい下宿に移りました。毎日彼は朝出かける前に時計のネジを巻くことを忘れませんでした。小学校の生徒の送った時計はいつも彼の体から離れなかったのであります。彼は前の下宿にいる自分、ある日のこと、ちょっとした弾みに時計を落として、 机の角で時計の裏側に小さなへこみを作ったのであるが、その後は毎日、ネジを巻くたびに、この傷は彼の目に留まるのでした。惜しいことをしたもんだ、と、初めはそのたびごとに、傷跡を指先でなでていったのです。しかしいつ忘れるということもなく、だんだんそのことが、 気にかからぬようになりました。数年の後、彼は今まで勤めていた役所からある会社に移りました。しかもいい位置に座るようになりました。彼の服装は今までとは変わらなければなりませんでした。服装ばかりでなく、一切が変わらなければなりませんでした。彼は 旧型の大きな安時計を下げて会社に行くことを気はずかしく感じました。ずいぶん長くこの時計も役に立ったものだ。もうしかしこれに暇をやっても悪くはあるまい。これほど使えばたくさんだというものだ。と彼は思いました。彼はその時計を古道具屋に売りました。そして 小さな新型の時計を求めました。さすがに新しい時計を求めて時計屋から外に出て賑やかな往来を歩いた時は彼は昔自分の教師をしていたあの寂しい田舎の小学校とそのあたりの景色を思い出して目に描かずにはいられなかったのでした。けれど彼にとって 今昔のみすぼらしい自分のことを考えることはむしろ苦痛でありました。本当にそのことはくだらない。自ら何も遠征的にならなくとも良さそうなものだ。すべて過去というものは陰気なことで埋まっていると彼は思ったのであります。さらに数年の後には彼は会社で最も幅のきく 重役でありました誰が今日の様子を見るものでその昔青年時代を田舎の小学校でよれよれになった袴を履いて花たらし子供を教えていたあのみすぼらしいかった姿を想像するものがありましょう彼は大きないかめしい椅子にふんぞり返っていました頭髪はきれいに分けて 口ひげを短く刈り、金縁のメガネをかけています。そして、最新流行風の洋服を着て、プラチナの時計の鎖が、ガラス窓から入る灰色の空の光線に、鈍い光を反射していました。彼は、あの大きな旧型の時計を売ってから、その後、幾度時計を取り替えたでありましょう。 最近まで持っていた金時計は、彼があるよのこと、ネジを少し強く巻いたかと思うと、ゼンマイが切れてしまいました。早速修繕はさしたものの、もはやその故障の起こった時計をいつまでも持っている気にはなれなかったのです。それで彼はプラチナの時計にそれを変えたのでありました。高価なプラチナの時計は、 今彼の持っている時計でありますが、やはり完全の機械ではないと見えて、標準時より一日に三分間遅れるのでありました。彼には何より自分が完全な最良な時計を持たないという不満がありました。しかし、この時計に限ってそんなことはないはずだと思っているので、当座彼は社に来ると、 九時に気象台へ電話をかけさせて、時間を問い合わせたものです。九時は彼の顔を見ると、またかと言わぬばかりの目つきをしました。しかし、後になっては、どうしても3分間遅れるということを確かめると、それでも自分の時計が正確だ、標準時の方が間違っているとは言われなくなって、彼は、 どうしたら真に正確な時計が得られるかと、呆然椅子にもたれながら、別に自分はすることもないので、そんなことを妄想していたのであります。ある日、みんなの仕事の休み時間に、彼はポケットからプラチナの時計を取り出して、どうして遅れるということを、ため息と一緒に誰に向かって言うとなく、断じたのでありました。 これを聞いていた下級の人たちは、口々に合図を打って、私どもの時計はどうせ安物ですが、七分も進みますと一人が言うと、また一人は、私のは振り止まりがすると言ってみんなを笑わせました。七分ならいいが、僕のは十分も遅れる。あちらで言ったものもあります。この時、 やはり彼らの中の一人で、僕の時計は関心に正確です、といったものがありました。重役はプラチナの時計を握ったまま、こういったものの方を眺めました。しかし彼の目はどこやらに部別を含んでいました。標準時に合わせれば、やはり狂っているのだ、と心の中で笑ったからです。 この時彼はそれを言葉には表さずに物さしく、どれ、君の時計をちょっと見せたまえ、と言いました。自分の時計を正確だと言った男は急に恐縮してしまいました。私のはごく旧式で大きい方のです、と言って頭をかくとみんなが声を立て笑いました。 その男は別に臆するところなく自分の時計を重役の前に持って行ってテーブルの上に置いたのであります。彼は男の差し出した時計を手に取って眺めていました。そして不意に裏側のへこみに目を止めると驚きのためにその顔色は変わったのでした。しかし彼のこの微妙な心理の推移を そばの人々ががかろうはずがありませんただあまり重役が熱心につまらない時計を凝視しているのを不思議に思ったくらいでありました「君僕のこのプラチナの時計と交換しようじゃないか」と重役は言いました「みんなは重役が冗談を言うにしてはあまり真面目なので」 どうしたことかと一途に笑うこともできなかったのです。本当に君、交換してくれないかと、今度は重役の方から頼むように言いました。みんなは相手の男が喜んで交換するものと思いました。中には一種羨ましそうな目つきをさえして、この様子を眺めていたものもあります。男は、 さもその当時のことを思い出すように、しんみりとした調子で、この時計は私にとっては忘れられない記念の品であります。私が労働していました自分に、やっとの思いで露天でこの時計を求めたのでした。その日からこの時計は今日まで苦労を私と一緒にしてきました。私はこの時計を 売ったり交換したりすることはできませんがあなたが愛してくださるならあなたに差し上げます」と言って男はこの時計を重役に進呈しました重役は時計に対する奇遇とこの男の話に少なからず感動しましたが彼は直ちにそのことを口に出して言うほどの率直さを持っていませんでした 彼は帰って驚きの色を隠しながら、露天で買ったというこの時計は狂わないかねと尋ねました。すると男は誇り顔に重役を見つめて、一分も狂いません。おそらく一秒も狂わないかもしれません。標準時に毎日きちんと合っています。と答えました。これを聞いて、 この会社の中で不思議に感じなかったものはありませんが、ことに重役は、あの村の子供たちが自分のために送ってくれた時計が、そんなに正確なものであったかと、真に驚いたのでありました。彼は男の心停した時計をもらって自分の家へ帰りました。彼は、もしもこれが昔自身の持っていた時計でなかったら、 決してこの時計をもらわなかったに違いありません。その日、彼は終日その時計を前に置いて、じっと眺めていました。今まで忘れていた過去のいろいろのことが、ありありと目に浮かんできました。そしてじっと見ているうちに、この時計の鈍い光の中から、自分の苦学時代がよみがえり、また、 あの男の物語ったあの男の過去が幻となって目に映るような気がしました。彼は涙ぐましい気さえされて眠る自分にはこれを枕元に置いてそのカチカチと秒を刻む音を聞きながらいつになく安らかな眠りに入ったのでした。彼は 風が隙間から吹き込んで破れた障子のブーブーとなる乾燥の小学校の教壇に立っているのでした彼は若くそしてよれよれになった袴を履いていますしかし熱心に児童の顔を見守っていました「みなさん大きくなったらどんな人になろうと思いますか?」かは生徒らに向かって、 こういういいをししたのでした。のでするとあちらにもこちらにもかわいらしい手が挙がって「先生先生!」と争って呼ぶ声が聞こえたのでした彼はその中の一人を指すとその子は立って「いい人間になります!」と答えた彼はその子供に向かって「いい人間ってどんな人ですか?」 と尋ねたねその子供は躊躇なくリンゴのように頬をほてらして、世の中のために働く人になります、と答えた。彼は子供の純情さに覚えず感動した。同時に夢から彼は醒めたのであります。羽を着て床の上に座りました。そこで、 すぐに十数年の昔になったあの自分のことを思い出したのです。ああ、俺は今まで本当に社会のためにどんなことをしておったか、とこう彼は思った。なお、カチカチ言っている時計の音はしばらくの間、無邪気な子供らの笑い声に聞こえていました。 大きなカニ、小川未明。それは春の遅い、雪の深い北国の話であります。ある日のこと、太郎はおじいさんの帰ってくるのを待っていました。おじいさんは三里ばかり隔たった海岸の村へ用事があって、その日の朝早く家を出て行ったのでした。おじいさん、 「いつ帰ってくるの?」と太郎はその時聞きました。すっかり支度をしてこれから出ていこうとしたおじいさんはにっこりと笑って太郎の方を振り向きながら「じきに帰ってくるぞ。晩までには帰ってくる」と言いました。「何か帰りにお土産を買ってきてね」と少年は頼んだのであります。 買ってきてやるとも、おとなしくして待っていろよ、とおじいさんは言いました。やがておじいさんは雪を踏んで出て行ったのです。その日は曇った薄暗い日でありました。太郎は今ごろおじいさんはどこを歩いていられるだろうと、寂しいあたりは雪で真っ白な広い野原の景色などを想像していたのです。 そのうちに時間はだんだん経ってゆきました。外には風の音が聞こえました。雪かあられが降ってきそうに日の光も当たらずに寒うございました。こんなに天気が悪いからおじいさんはお泊まりなさるだろう、とうちの人たちは言っていました。太郎はおじいさんが晩までには帰ってくると言われたから、 きっと帰ってこられるだろうと固く信じていました。それで、どんなものをお土産に買ってきてくださるだろうと考えていました。そのうちに、日が暮れかかりました。けれど、おじいさんは帰ってきませんでした。もうあちらの野原を歩いてきなさる自分だろうと思って、太郎は戸口まで出て、そこにしばらくたって、あちらを見ていましたけれど、 それらしい人影も見えませんでした。おじいさんはどうなさったのだろう。きつねにでも連れられて、どこかへ行きなされたのではないかしらん。太郎はいろいろと考えて、一人で心配をしていました。きっと天気が悪いから、途中で降られては困ると思って、今夜はお泊まりなさったに違いない。 家の人たちは語り合ってあまり心配をいたしませんでした。しかし太郎はどうしてもおじいさんが今夜泊まってくるとは信じませんでした。きっとおじいさんは帰ってきなさる。それまで自分は起きて待っているのだ。と心に決めて暗くなってしまってからもそのうに限って太郎は床の中へ入って眠ろうとはせずに。 いつまでもランプの下に座って起きているのでした。太郎は小便に置きました。そして戸を開けて外を見ますといつの間にか空はよく晴れていました。月はなかったけれど星影が降るようにキラキラと光っていました。太郎はもしやおじいさんがこの真夜中に雪道を迷って あちらの広野をうろついていなさるのではなかろうかと心配しましたそしてわざわざ入り口のところまで出てあちらを見たのでありますいろいろの木立が黙って星晴れのした空の下に黒く立っていましたそして誰がともしたものか幾百本となくろうそくに火をつけて あちらの真っ白な寂しい野原の上に一面に立ててあるのでした。太郎は狐の嫁入りということを聞いていました。今あちらの野原でその宴会が開かれているのではないかと思いました。もしそうだったらおじいさんは狐に騙されてどこかへ行ってしまいなされたろうと思って太郎は熱心に あちらの野原の方を見合っていました。ろうそくの火は赤い小さな烏帽子のようにいくつもいくつも灯っていたけれど風に吹かれて揺らぎもしませんでした。太郎は気味悪くなってきて戸を閉めてうちへ入ると床の中に潜り込んでしまいました。ふと太郎は目を覚ましますと 誰かトントンと家の戸を叩たたいています。風の音でないかと思って耳をすまして聞きますと、それは風の音ではありません。誰か確かに戸を叩たたいているのです。おじいさんが帰ってきなすったのだろう、と太郎は思いましたが、またさっき野原に赤いろうそくの火がたくさんともっていたことを思い出して、 もし何か、狐か悪魔がやってきて戸を叩くのではなかろうかと、息を弾ませて黙っていました。すると、この音を聞きつけたのは、自分一人でなかったと見えて、お父さんかお母さんかが起きなされた様子がしました。ランプの火は薄暗く、家の内を照らしました。まだ夜は明けなかったのです。 しかし、真夜中を過ぎていたことだけは確かでした。そのうちに、表の雨戸が開く音がすると、まあ、どうして今自分、お帰りなさったのですか。と、お父さんが言っている声が聞こえました。続いて、何やら言っている、おじいさんの声が聞こえました。おじいさんだ。おじいさんが帰ってきなさったのだ。 太郎は早速着物を着ると、みんなの話している入り口の茶の間へやってきました。おじいさんは朝家を出た時の支度と同じ様子をして、しかも背中に赤い大きなカニを背負っていられました。おじいさん、そのカニどうしたのと太郎は喜んでしきりにせき立てました。 まあ静かにしているだ」とお父さんは太郎を叱って「どうして今頃お帰りなさったのです」とおじいさんに聞いていられました「どうしたってもうそんなに寒くはないなんと言っても季節だ早く出たのだが道を間違ってのう」とおじいさんはとぼとぼした足つきでうちに入ると支度を解かれました 道を間違ったって夜が明けますよ。この夜中どこを歩きなさったのですか父も母もみんながあきれた顔つきをしておじいさんを眺めていました。太郎は心の中でおじいさんは自分の思ったとおりきつねにだまされたのだと思いました。やがてみんなは茶の間に来てランプの下に座りました。 するとおじいさんは次のように今日のことを物語られたのであります。私は早く家へ帰ろうと思ってあちらを出かけたが、日が短いもので途中で日が暮れてしまった。困ったことだと思って一人とぼとぼと歩いてくると、星晴れのしたいい夜のけいで何と言っても、 もう春が時期だと思って歩いていた。すると海辺まで来ると雪も少なく沖の方を見ればもう入り火の名残も消えてしまって暗いうちに波の打つ音がドドドーっとなっているばかりであった。ちょうどその時あちらに人間が五六人雪の上に火をたいて。 何やら話をしているような様子だった。私は今頃何をしているのだろう。きっと魚が取れたのに違いない。うちへ土産に買っていこうと思って、何の気なしにその人たちのいるそばまでやってくると、その人たちは酒を飲んでいた。みんなは毎日潮風にさらされていると見えて、顔の色が火に映って赤黒かった。 そしてその人たちの話している言葉は少しもわからなかったが私が行くとみんなは私に酒をすすめたつい私は二三杯飲んだ酒の酔いが回ると実にいい気持ちになったこの分なら夜中歩いても大丈夫だというような元気が起こった私は何か土産にする魚はないかというと その中の一人の男が、この蟹を出してくれた。銭を払うと言っても手を振って、その男はどうしても金を受け取らなかった。私は大蟹を背中に折った。そしてみんなにかれて、一人であちらにぶらり、こちらにぶらり、千鳥足になって、広い野原を星明かりで歩いてきたのだ。 おじいさんはししました。みんなは不思議なことがあったものだと思いました。よく星明かりで雪道がわかりましたね」と太郎のお父さんは言ってびっくりしていました。おじいさんきっときつねに化かされたのでしょう野原の,の中にいくつもろうそくがついていなかったかいと太郎はおじいさんに向かって言いました。 ろうそ,くいやそんなものは知らないが思ったより明るかった」とおじいさんはニコニコ笑ってたばこを吸っていられました。もらったカニというのはどんなカニでしょうとお母さんは言ってあちらからおじいさんの追ってきたカニを家の者のいる前に持ってこられました。見るとそれはびっくりするような大きい膜。 かなうみがにでありました「夜だから今食べないで明日食べましょう」とお母さんは言われました。「なんという大きなカニだ」と言ってお父さんもびっくりしていられました。みんなはまだ起きるのには早いからと言って床の中に入りました。太郎は夜が明けてからカニを食べるのを楽しみにして。 そのブツブツとイボのある甲羅や太いハサミなどに気を引かれながら床の中に入りました。明る日になるとおじいさんは疲れてこたつの中に入っていられました。太郎はお母さんやお父さんとおじいさんの持って帰られたカニを食べようと茶の間に座っていました。お父さんは小刀でカニの足を切りました。 そしてみんながかたい皮を破って肉を食べようとしますとそのカニは全く見かけによらず中には肉も何にも入っていずに空っぽになっている痩せたカニでありましたこんなカニがあるだろうかお父さんもお母さんも顔を見合わしてたまげています太郎も不思議でたまりませんでした おじいさんは大変に疲れていて少しぼけたようにさえ見られました。いったいこんなカニがこの近辺の浜でとれるだろうか。お父さんは考えながら言いました。海までは一里ばかりありました。それでこんなカニのあった町へ行ってゆうべのことを聞いてこようとお父さんは言われました。 太郎はお父さんに連れられて海辺の町へ行ってくることになりました。二人はうちから出かけました。空はやはり曇っていましたが、暖かな風が吹いていました。広い野原にさしかかったとき、だいぶ雪が消えてきた、とお父さんは言われました。黒い森の姿がだんだん雪の上に高く伸びてきました。 中には坊さんが黒い衣を着て立っているような一本の木立も遠方に見られました。やっと海辺の町へ着いて魚問屋や漁師のうちへ行って聞いてみましたけれども誰も昨や雪の上に火を炊いていたというものを知りませんでした。そしてどこにもそんな大きなカニを売っているところはなかったのです。 不思議なことがあるものだ。とお父さんは言いながら頭をかしげられました。二人は海辺に来てみたのです。すると波は高くて沖の方は雲切れのした空の色が青く、それに黒雲が渦を巻いていてものすごい荒れ模様の景色でした。また降りだ。早く帰ろう。 お父さんは言われました。ふたりは急いで海辺の町を離れると自分の村をさして帰ったのでありました。その日の夜からひどい雨風になりました。ふつかふたばん暖かな風が吹いて雨が降り続いたので雪は大方消えてしまいました。その雨風のあとはいい天気になりました。春が、 ととうとうやってきたのです。寂しい北の国に春がやってきました小鳥はどこからともなく飛んできて小杖にとまってさえずり始めました庭の木立も恵んで花のつぼみは日に増し大きくなりましたおじいさんはやはりこたつに入っていられましたあの丈夫なおじいさんが 大層弱くおなりなされた、とうちの人々は言いました。ある日太郎は野原へ行ってみますと、雪の消えた後に、つくしがすいすいと幾本となく頭を伸ばしていました。それを見ましたとき、太郎はいつか雪のように赤いろうそくのともっていた、不思議な恐ろしい晩の景色を、 思い出したのであります赤い天外小川未明北国のある小さな町を離れてだんだん山の奥の村へ入っていこうとする時に細い道は一つの大きな ものすごい池のそばをすぎるのであります。その池の深さはどれほどあるか知れないように、いつも水は青く青く、なみなみとしていました。風が吹くときには、その水の表に白い波がひらめきました。昔からこの池には オロチが住んでいるといううわさがありましたが誰もその蛇の姿を見たものはありませんでしたある日のこと村から町に出た三人の男がありましたやがて用事を済まして日暮れ型になりましたので三人は連れ立って家路につきました 三人は話しながらその野中についている細い道を歩いてきますと池の近くになりました森には風があって空を走る雲の影が水の上に動いていましたすると一人の一番年下の男がいつとなしに の二人は話に気を取られて、どこかで小便でもしてそれで一足遅れたのだろうすぐに追いつくに違いないと思ってあまり一人が遅れたことを気にかけませんでした。よほど道をきた頃になって 二人は初めてあまり一人が雇ようの遅いのに気がついて、道の上に立ち止まって振り向いてみますと、あたりには何のそれらしい影も見えなく、ただ木立の頂に風が吹いて、日がだんだんくれかかっているのでありました。 これはおかしなことがあるものだ、と二人はいぶかしがりました。三人がついそこまで一緒に来ながら、途中で一人が煙の消えるようになくなるという道理がないと思いましたから、二人はまた少しばかり道を戻って、いなくなった連れの一人を探しましたけれど、 まったくそのことは無効となったのでありました。二人は村に帰ってこの話をしました。すると村は大騒ぎでございました。いったいどこで一人が亡くなったのだ」と村の人々は二人に聞きました。 何でも池の見えた自分である。二人は話に気を取られていたので、全くどうしていなくなったかわからなかった。と二人はさも面目なげに答えました。きっとそれは池の主に見込まれたんだろう。と年寄りらは言っていました。ついに、 その一人の男は村に帰ってきませんでした。そして誰もその行方を知ったものはありませんでした。またしばらくたつと男が一人いなくなりました。そして村では池に大蛇が出て人を取るといううわさがますます広まって。 誰も一人では町へ出るものがなくなりました。たとえ町へ出ても、早く家に帰って、晩方になると池のそばを誰一人過ぎる姿を見なかったのであります。町には大岩寺という古い寺がありました。青苔の蒸した石段を上がりますと、 金付き堂がありました。お堂はなお木立の奥にあって高い屋根の聖堂には緑昇が流れていましたお嬢様はまだ三十四後の年若い人でありましたけれど行いが正しく町の者や金村の人々にも その徳をしたわれていましたある日村に不幸があって迎えに来ました和尚様は留守を弟子たちに頼んで村へ出かけましたそして日暮れ方一人で池のほとりを歩いて町へと帰りかかりました晴れていた空が曇って 池の表には湿っぽい風が吹いていました白い波がちらちらと騒いで周りの草木が悲しそうに揺れています和尚様は日頃人のよく亡くなるのはこの池のあたりであると心に思って口の中に念仏を唱えていましたもし 大蛇が現れたらよく説法を聞かしてやろうと思われたのであります。ふとその時頭を上げて前を見ますと一人の女が素足でシクシクと泣きながら草を分けて自分の前を歩いていきます。お嬢様はたった今までそれらしい人影を見なかったのに 不思議なことだと思われました。これはきっと、この池の大蛇が女に化けているに違いない。こうして、人の命をこれまで取ったのだろうと考えましたから、一生懸命に心で仏に祈り、念仏を唱えていました。女は、和尚様の前に立って、 どこまで「も歩いてきました。もしもし、そこに泣きながら行く女は誰だ?」と和尚さまは後ろから声をかけましたけれどその声は女に聞こえなかったと見えてやはり下を向いてしくしく泣きながら歩いています。 おしょうさまは、自分は出家のみだ、化粧のものを再度して、もしそれで殺されるようなことがあれば、それはまだ徳の至らぬので仕方がない。再度できるものかどうか、ひとつやってみなければならぬと思われたから、急いでその女に追いつきました。そして、 もしもしと声をかけて、女の先にまわって、その顔をのぞきました。女をひと目見ると、おさ様は、あっと言わんばかりにたまげました。なんという美しい女でありましたでしょう。これまでいろいろな女性をも見ましたけれど、これほどの美しい女というものは、 かつて、絵にもうつつにも見たことがなかったのです。そして、和尚様は、徳の高い、行いの正しい人と世間から言われていましたにかかわらず、一目その女を見られたときから、まったく、謙虚な童心が崩れてしまったのです。女は、雪のように白い、 眉の恋、しかも涙にぬれた目をあげて、じっとお正様の顔を見つめて、にっこりと笑いました。そして二人はしばらく顔を見合ったまま、道の上に黙って会いたいしていました。ああ、これではならぬ、これではならぬ、とお正様は、 初めて夢から覚めたように気がつくと心で言われました。そしてもう決して再びこの化粧の女の顔を見まいと目を閉じて一心に念仏を唱えながら道を急がれました。やがてかなたにかすんで町のともし火がちらちらと見えましたときに お嬢様はやっと安堵されたのであります。8月15日の夜のことであります。大願寺にはお説教がありました。この日は町の人々や金管の村からの人々が宵のうちからお堂に押し寄せてきました。蒸し暑い あまり風のない晩でありましたけれどお堂の中は人でぎっしりでございましたやがてお経が始まって主情の念仏を唱える声は堂にあふれるばかりに聞かれましたそれが終わるといよいよ和尚様のお説教になりましたので和尚様は一段高いところに上がって そこに自分の説教を聞きに集まったみんなを見渡されました。するとお堂の天井の真ん中には天蓋がかかっています。それにはいろいろの鳳凰や龍や麒麟などの縫い取りをした赤字の金卵の布が垂れていました。ちょうどその下のところに あの美しい女が来て座ってじっとこちらを見つめているのでありました。それを見た和尚様は身がブルブルっと震えて心が女の方にひかれてどうすることもできなかったのであります。それがためその世の説教は 思ったほどの感激を人々の心に与えることができずにしまいました。信徒の人々はじめ弟子どもは、和尚様はどうかなされたのではないかといつもとその様子の異なっているのをいぶかしく思ったほどでありました。説教が済んで人々が帰りますと、 いつしかその女の姿も見えなくなりました。けれど、和尚様はもはや、どうしてもその美しい女の姿を心の目から忘れることができませんでした。そして、自分の不徳をつくづく恥ずかしく思われたので、いっそ池に入ってしまうと決心されたのであります。 真夜中ごろ皆が寝静まった頃和尚様は「今夜あの大蛇賀池に入ってしまうからあとはよろしく頼む」そして毎年八月十五日の夜を忘れずに私はこの寺へお参りに来るだろう」と書き残して 夜道をたどって池のほとりまでやってきますとすでにそこには美しい女が立って待っていました眉毛の濃い雪のように白いその美しい顔は星明かりに照らされてさらに美しく見られたのであります女は、 期待していたもののようによろこんでみえました。とうとうおまえのところへやってきたとおしょうさまはいわれました。そしてふたりは池の中にざんぶりと入ったかと思うとたちまちしずかな池に大波が立っておそろしい大蛇のからだが。 半身水の上に現れたがやがてそれも見えなくなってしまったのですその後再び池で命を取られたという人の話を聞かなくなりました人々は和尚様がみんなの身代わりになられたのだろうと言っていましたこの町や ふきんのむらでは、8月15日の夕方、大抵ふるということです。いくら晴天であっても、たちまち池の上の空にあたって、黒雲が起こり、ときには雷が鳴って、瞬時、太雨がふりそそぐそうです。おしょうさまが大願寺へおまいりにいらっしゃるのだ。 その時人々が言います。その晩寺ではお堂に夜明けまでろうそくがあげられています。あくる朝になって赤い天蓋の下の畳の上を見ますとしっとりと雨ももらないのにそこだけがぬれているということです。これは、 私が子どもの自分に聞いた不思議な話の一つです。迷い道、小川未明。次郎は、ゆうべ見た夢があまり不思議なもんで、これを兄の太郎に話そうかと思っていましたが、まだいいおりがありません。昼過ぎに、 母親は前の畑で妹を相手にして話をしていたから、裏庭へ出て兄を尋ねると、大きなネムの木の下で、日陰の涼しいところで黙って考え込んでいるのであります。次郎は心配そうにそばに寄り添うて、兄さん、何をそんなに考えているんですどこか悪いんでありませんかえ、兄さん。 僕は、ゆうべ不思議な夢を見たから、話そうと思ってきたんです。兄は驚いた風で、少しせきこんで、お前は、どんな夢を見たんだと問いました。次郎は、あまり兄のうろたえたのを意外に思ったけれど、声を一段と低めて、ゆうべの夢のあらましを話しました。兄さん、 ぼくのほんとうのかあさんはいきているよ。となりむらのすぎのもりのなかにすんでいてぼくがいっておうたゆめをみたよ。たいへんによろこんでかわいがってくれたよ。ぼくはいまのおかあさんもすきだけどしんだかあさんもすきだな。とかたるとあにはかおのいろをあかくそめてじろうや。 僕もそれと同じ夢を見た。母さんははじめおうたときにしらなかったがなんでもよくにているひとだと思ってとりすがってみると母さんであったのだろう。うんそうだったよ。じゃあにいさんもみたのかああぼくもみたよ。じゃあこれはたいへんだたいへんだとじろうは。 気の狂うたようにおどりあがりました。何するんだバカ何バカだとじろうはうれしいやらなつかしいやらふしぎやらでしばし心のくるってそこにあったぼうで兄をなぐりました。痛い痛いああ痛いとたろうはなきだして「母さんじろうちゃんがぶった!」。 えん、えー、ん、と泣き出した母親はこの時家にいたものと見えて早速この泣き声を聞きつけてかけてきました今の母親はママ母でしたけれどそれはそれは実の母親も及ばないほどに二人をかわいがってくれたのでありますですから二人は今の母さんおば の母親はものやさしく「まあ次郎ちゃんお前さんは何をしだい何もしない兄さんをぶつなんてお父さんがお帰りですと叱られたらどうなさいますさおわびをなさい」と言いました次郎はものやさしく母親に言われて心が少し落ち着いたもので 初めて自分が悪かったと知ったから太郎に向かって「兄さん堪忍しておくれ」と頭を下げました太郎は黙ってしゃくり泣きをしていますと母親は「太郎やどこか傷はつかなかったのもう痛みは止まって」と親切に言われるのでこの時太郎も次郎も こんな優しい母さんがあるのに、前の母さんを恋しく思うのは、チが当たるように思われて、二人はゆうべの夢の話を母さんに言われませんでした。母親は、夕飯の支度をするからと言って、また家のうちへ入りました後で、二郎は、兄さん、痛くはないかと言って、節目になって、 足元に落ちている棒に瞳を移しました。兄は黙ってかむりを振って、もう痛くはないよ、と寂しそうに笑顔を作ったのであります。太郎は12歳で、次郎は10歳であります。その晩二人は寝床へ入ってから、明日自分たちを産んでくれた元の母さんを訪ねに、三里あなたの、 隣村の杉の木の森を訪ねに出る約束をしたのです。夜が明けますと、太郎と次郎と二人して、弁当を腰に下げて、杖を持って、わらじを履いて、同じいでたちで出かけたのであります。橋を渡り、畑や田んぼの中の小道を過ぎて、目指す隣村の村外れに来かかりますと、 広い野原の中に一筋の道が走っています二人はゆうべのゆめに見たとおりの道ですから驚きました「じろうやこの道をおまえもゆめに見たかいああやっぱりこの道をいったんですこのすぎばやしも通ってまだまだおくへいったよぼくもあれ兄さん こここの道はここで二筋に分かれてしまった。「今まで二人の歩いてきた道が二筋に分かれて一つは広い道幅の平らな道であります。それに比べると他の一筋は小石のゴロゴロと転がっている謙祖の道で草の中に半分隠れていてあまり人の通らない道のようであります。 郎やこのひろいみちをいくんだよ。いいえにいさんこのほそいみちをいくんですよ。だってぼくはゆめにこのみちへいったのをみた。ぼくはこのみちをいったよ。このみちのほうがほんとうだ。いいえこちらがほんとうだ。ぼくはこちらへいく。ぼくはこちらへいきたいな。じろうちゃん。 この方が歩き良くていいや。兄さんこちらへおいでよ。いやだ。じゃあわしはひとりでいくわ。兄はおこった。さっさっとひろいみちのほうをあるいていきます。いまはじろうもいじばって、おれはこっちへいくとあるいて、ほそいみちをたどりたどり、いっちょうもきて。 兄の後ろ姿を見送った時には、いつか峠に遮られて、道は曲がっていて、兄の姿は見えなくなったのであります。また一、日丁も来ると、道がだんだん険しくなります。そばの雑木林で、四十からや山柄が鳴いています。ただしんとして、辺りには風の折々、 さわさわとこの葉のなる音ばかりで、谷間に日暮らしの鳴くのが聞こえて、なんだか非常に心細くなって、後ろへ戻って兄を追おうかと思いました。その時、道端の草に埋もれている石地蔵様が、さっさとまっすぐに雪やれ雪やれと物を言わっしゃる。次郎は、 これこそきっと神様のお告げだと思って、この道さえまっすぐに行けば、恋しい母さんに会われるのだと勇気を出して歩きました。また二三丁来て、やはり道があてなく草原に続いているばかりで、目指す森も見えませんければ、人家もないのでがっかりとして、もと来た道を帰ろうかと立ち止まって考えますと、 どこからか山鳩が一羽飛んできてちょうど頭の上の木の小杖にとまって「次郎さん次郎さん早くおいでよ」「とてっぽっぽ」「脇身をせんでおいでなさい」とポッポ「とてっぽっぽ」と次郎に力づけてまたいずくへかさったのであります。 次郎はやっとのことで平らの場所へ出たかと思うと広い野原であります。昔は大名か何かのきれいな御殿があったところだと見えて大きな石や瓦のかけや石垣などが残っています。その荒れた城跡に草のぼうぼうと生えた中で夕暮れ型の空を眺めて一人の痩せた小敷が 呼吸を鳴らして悲しい歌を歌っていました。次郎は物恐ろしくなって、小敷きの知らない間に通り抜けようと駆け出しましたが、小敷きは別にこちらを振り向こうともせんで、やはり疲れた風で泣くような呼吸を鳴らしていたのであります。次郎は昼のうちに弁当を食べ尽くして、何か食べ物を買うところはないかと思って、 考えていますと、遠くの方で太鼓の音が聞こえているので、早速その方を志して道を急ぎました。案のごとく、あちらに大きな森が見えたのであります。次郎はこの時、ゆうべの夢を思い出して、少しもこの辺の景色が違っていないことを確かめました。ああ 兄さんはどこへ行ったろうと兄の身の上を案じながらも早く母さんに会おうと思う一年で森のともし火の見えるのをそれと思ってかけてまいりました。だんだん暗い大きな森の中へ入っていきますと月の光もささずものすごい風の音が聞こえて初めのうちは狐に化かされたと思っていましたが そのうちにたちまち目の前ににぎやかなお祭りの景色が見えました赤青紫色のともし火が星のように輝いて行く手の道の両側には見せ物店や食べ物店がそれはそれはちょうど九段の商魂者の祭りに行ったようにきれいに並んでいてそこを行き来するお姫様や 子供の姿が手に取るように見えます。しかし、よほど隔たっていると見えて、物音は何も聞こえず、ただ立派な着物のしまや人の顔などがおぼろに見えるばかりで、眠そうな太鼓の音が時々ドンドンと聞こえるばかりであります。次郎は、これが母さんのいなさるところかと。 心の内で思い込んで、早く行ってその祭りを見たいと駆け寄りますと、ちらりとお母さんの笑顔が幻に見えたかと思うと、ぱっとしてその影はどこへか消えてしまいました。次郎は魂の抜け去ったようにぼーっとしてたたずんでいますと、頭の上の大きな杉林に風の音がものすごく、 月の光がちらちらと漏れて、袋の鳴き声が聞こえます。もはやこらえられんで、次郎は泣き出そうとしたときに、さっきのみすぼらしい小じきが現れて、私がおうちへ連れて行ってあげましょうと先に立って、例の悲しい呼吸を鳴らしながら、今来た道を戻っていくのであります。次郎は恐る恐る、 母さんにあいたいがおまえさんはかあさんのいるところをしらないかときくとこじきは「かあさんのところへつれていってあげましょう」とやはりいまきたみちをかえるのであります。じろうはたえかねて「おじさんほんとうのかあさんはどこにいましょうぼくはほんとうのかあさんにあいにきたのだよ」。 と,いうと、こじきはいぶかしそうな顔つきをして、立ち止まって次郎の顔をつくづくと眺めて、本当の母さんってば、次郎さん、お前さんはどうかしていますね。きっと、きつねに化かされてここへ来たのですよ。と、あとは何か、ぶつぶつと口の中で独り言を言うて、草やぶの中を分けていきます。 次郎は悲しくなって涙ぐんで黙って後ろについてまいりました。夜嵐は杉の木の小杖になりわたって泣くように悲しい音を出す呼吸は絶え絶えに聞かれるのであります。「次郎ちゃん!」と一声どこかで声がする。次郎は歩みを止めてたたずみました。 誰か自分の名を呼んだなと思いましたけれど、それっきり聞こえませんでした。よほど来たかと思う自分に、杉林の奥の方で太鼓の音がまたしても聞こえます。振り向くと、またしても、赤、青、紫のともし火が美しゅう輝いていて、お祭りのにぎやかな景色が見えて、 人通りのこみ入っている中に、こちらを向いて手招きをする女は、確かに自分の死んだ母親の顔であります。お母さんと思い存分にわめきますと、その声はこだまに響いて、確かに母さんの耳にも聞こえたのです。こじきはふいに後ろを向いて、やかましいと言いざまに、 持っている呼吸で二郎を力存分に打ちました。呼吸の絵はぽっきりと三つばかりに折れたかと思うと、ものすごい夜嵐の音も、いかれる小敷の姿も、美しいお祭りの景色もすべて消えてしまって、いつしか次郎は月明かりの下に、我が家の前に立っていたのであります。太郎は、 途中からよして自分よりはとっくに家に帰っていて次郎の帰るのを待ちつつ母や妹と心配しながら果物などを食べていたところであります母親だけは果物も何も食べんで寂しそうな顔つきをしていましたこれからきょうだいとも今の母親の言うことを聞いて孝行を尽くしまして 母もますます二人を愛したそうであります小川未明作「白い門のある家」静かな春の晩のことでありました一人の男が仕事をしていて疲れたものですからどこか喫茶店へでもいって コーヒーを飲んできたいという心が起こりました。男はうちの外へ出ました。往来は暖かなおぼろ月夜で、何もかもが夢を見ているような様子で、あちらの高い塔も丘も空も森も、みんな霞んで黒くぼんやりと浮き出して、じっとしていたのです。 彼は町へ出てから初めて夜がもう吹けているのに気づきました。今まで部屋の中で仕事に心を取られていたので時刻の経ったのがわからなかったのでした。町にはあまり人も歩いていません。またこの時分まで店を開けている家も見当たらなかったのでした。 もうあの家も起きていまい。彼は顔なじみのカフェがもう音をしめてしまわないかと思いました。その方へブラブラと歩いていきました。彼は歩きながら空を仰いでなんといういい夜のいだと感嘆いたしました。その町にある 彼の行こうとした喫茶店はもう遠しめてしまったのです。彼はその家の前まで来てがっかりしました。仕方なしに彼は今歩いてきた道を再び帰ろうとしました。その時、不意に彼の後ろで足音が聞こえました。誰だか歩いてくるのでした。こんばんは。 お疲れ様、と、後ろから呼びかけました。彼はこの時、立ち止まって、誰だかと振り向きました。後ろから歩いてきた人を、彼は知らなかったのであります。こんばんは、と、彼も答えました。すると、相手の男は、さも親しそうに彼のそばへ寄り添ってきて、 私はこの町内に住んでいるものです。疲れたものでコーヒーを飲もうとしてきたのですが、もう音が閉まっています。やはりあなたもそのおつもりでいらしたように見えましたが、いい喫茶店をご案内いたしましょう、と言いました。彼は知らぬ人からこう言われたのでためらいました。しかし、 町内のものもであるとと、いうことまたこの人は人の良さそうであることもう一つは自分と同じようにこの人も仕事に疲れて休息を求めに来たということそんなことがなんとなく親しみを感じさせたので実は私も散歩がてらコーヒーを飲みに行ったのですが もう音が閉まっていましたのです。と彼は言いました。この辺の町はあまり客がいないと見えて早く寝てしまいますね。春の晩などはもっと起きていてくれるといいのですが。と相手の男は答えました。もうそんなに遅い時刻でしょうか。まだ十二時前です。 彼は相手の男が十二時と言ったので、もう寝てしまうのは当たり前だというような気もされました。そして家へ帰って自分も眠ろうと考えました。なあに、ご案内しようという店はすぐこの裏通りですよ。ごく新しく開いたので、ちょっと居心地のいい店ですから。 お知りなさっておいてください。と、相手の男は言いました。彼はこうまで言われると、その男と一緒に行かなければ、なんとなくすまないように思って、では、お供い,いたしましょう。と言いました。二人は、並んで話しながら、ある横丁を曲がりました。彼は今までにも、 たびたびこの辺りを通ったことがありますが、今夜はどうしたものか、その街が馬鹿に美しくなって目に映ったのです。彼は月の光がこんなにすべてのものを美しく照らして見せるのだろうと思いました。やがて二人は明るい店の前まで来ました。この家ですよ。 一緒に来た男が言いました。入り口にはすがすがしい緑色のカーテンが垂れています。うちへ入ると何の花か知らないが匂いの高い花がたくさん瓶に生けてありました。そしてあちらのテーブルに三、四人の客が腰をかけて話をしていましたまた。 どの部屋からか低いマンドリンの音が流れてきたのでした。彼と相手の男は一つのテーブルに向かい合ってかけました。この時彼は初めて相手の男の顔をはっきりと明かりの下で見ることができました。そしてあまりその男の顔が小さい自分に分かれた 自分のいとこに似ていいるのでびっくりしましまた。いとこは南洋の島で亡くなったのでもちろんいとこの生きているはずはないのであるがなんとなく彼は親し,しい気がしましたあそこにいるのはみんなよくここへやってくる人たちなんですよと相手の男は言いました 彼はその人たちを見ると、どの顔も、かつて一度はどこかで見たことがあるように思われたのでびっくりしました。しかし、どこであったということも、またいつであったということも思い出せなかったのであります。不思議な番もあるものだ。こう会う人々の顔が、 みんな見覚えのあるような気がするのは、一体どうしたことだろうと、彼は自分の目を疑ったのであります。そのうちに、相手の男は、あちらにいる人たちと顔を見合わして、挨拶をしました。そして、ちょっと、と言って、座を立って、あちらへ行きました。彼は、 さっきから奥の方で聞こえるマンドリンの音に耳を傾けていました。なんといういい音色だろうと思ったのです。これを聞いていると遠い昔のことなど思われて悲しくなりました。そして誰が一体それを弾いているのかと思ったりしていました。そのうちにぴったりとマンドリンの音が止みました。 その時、目の前へ、美しい若い婦人が現れて、その人は彼の方へにこやかに笑いながら参りました。あなたは、もう私をお忘れになったでしょと、夫人は言って、彼の前に来て腰をかけました。あなたはいつも私がマンドリンを弾いている窓の下を通って、 学校へいらっしゃいました。そしてある日、雨が降って、あなたは大た層困っておいでになりました。私はあなたに傘をお貸ししました。あなたはその後、私にきれいな本を持ってきてくださいました。その本には、たくさんの美しい絵が入っていました。昔の伝説や、 詩や童謡やお話や、いろいろなものが書かれていたのだけれど、外国の言葉で私にはわかりませんので、ただ私はその綺麗な絵ばかり見ていました。あなたに伺ったら、この本は古い書物で、字引きにもないような文字があるので、翻訳することは困難だとおっしゃいました。 私はまだその一つの水車が森の中に回って白い花が咲いて赤い鳥の飛んでいた絵などは目に残っています。と彼女は言いました。彼はこの話を聞くうちに10年ばかり前のある日のことを思い出しました。そして どうして忘れているそのころの人を再び今夜は見ることができたろうと不思議に思ったのでした。私はすっかり忘れていました。本当にそんなことがあります。今あの自分のことを思い出しました。と彼は言って過ぎ去った日を懐かしく思ったのであります。 私は時々ここへ参ります。今夜はもう遅くなりましたから帰ります。ちょうど車も来たようですから、これで失礼いたします。いつかお目にかかります。と、その夫人は言って出て行きました。時計が十二時半を打つと、みんなが帰りかけました。彼は、 相手の男と一緒に、そのカフェから出たのであります。ちょっと気持ちのいいカフェではありませんか。お気に入りませんでしたか。と、相手の男は尋ねました。しんみりとした、いいところです。私は、今夜は珍しく、見覚えのある人に会って、いろいろなことが思い出されてなりません。 彼は答えました。二人はおぼろずきよの世界を話しながら歩いて、四つ辻のところへ来ました。すると相手の男は、私の家はこれから三軒目の奥に入ったところです。どうかお遊びにいらしてください。と言いました。 彼はちょうどその前を通りますので、男の入っていく後ろ姿を見送りますと、白い門が立っていました。男はだんだんと白い門からうちの方へ入っていきました。彼は家に帰って眠りにつきました。それから、 数日も経った後のことです。ある晩彼は男に連れられて行ったカフェを思い出しました。緑色のカーテンの垂れているカフェにもう一度行ってみたくなりました。そこで彼は一人で出かけたのでした。確かにあの時通った道を歩いて行ったのですけれど、どうしたことか そのカフェが見当たりませんでした。彼は幾くたび同じ町をうろついて、緑色のカーテンのかかっている喫茶店を探したかしれません。あの男の家はと彼は今度は白い門のあった家を訪ねて行きました。しかし、この家も見当たらなかったのです。 四つ辻に立って彼は三軒目の家を数えてみましたけれどどこにも白い門のある家がなかったのでした彼は近所の人に尋ねてみましたここらには白い門のある家はありませんと人々は答えました彼が、 このことを家の人や友達などに話をすると、誰も笑って本当に聞くものはなく、夢を見たのだろう、というのでした。